メジャーリーガーの人って簡単にさばくじゃん、真似できないっていうか、ボンミスも多いんですよ野球の楽しさっていうのを思い出せたし、挑戦してほしいなと思いますね。ピッチャーそうだけど、メジャーリーグに行って通用する野手、野手ですか、当然イチロー松井はね、はい、成功してるよね、はい、で案外パッと見て内野手がやっぱりダメかなって気がするね。難しいっすよね、ダメっていう言い方はもう本当にあれですよね。岩村、松井、和男、西岡、その辺があんまりやっぱり、うん、でもパッと見て内野手はメジャーの内野手にかなわねえなと思う、うん、ハンドリングから肩から、はい、うん、簡単に言ってしまえばそこだよ、ね、かもしれないです、うん、僕もやっぱやってって感じたのはアメリカはもちろん打球も速いんですけど、うん、一歩目の速さがやっぱり速いなっていうのを感じましたね、うん、スピードっていう部分ではやっぱり日本人も足が速いとかよく言いますけど、その守備とかの一歩目の速さとかは、うん、まあ、アメリカの方がその一歩もやっぱスピードっていうのは速いなっていうのをやっぱ感じていて、肩は僕はそんな差はないと思うんですよ。それ肩めちゃめちゃ強い人は強いっていうイメージがやっぱあるんですけど、実際宗も川崎宗もショート やりながら肩はその弱くはなかったです。普通に、はい、こなせる、普通にできるタイプです。だからその深いところでのあの大円筒に見えるこのビューンって伸びてくるボールはもちろんあのいうのは差が出るんですけど、現実的なプレーとか確実にアウトするところとかやっぱ日本人の形とかはすごくやっぱ素晴らしいなと思いましたけど、で僕宗同級生で一緒にマリナーズ入ってやってたんですけど、聞いたのはやっぱり下が硬いのでスパイクを履いてずっとあそこに立ちながらやってるっていうの結構きついみたいですね。疲れるみたいですね、はい、足腰にくるね、分かる分かる、はい、うん、あそうなんだっていう、うん、日本はやっぱり土も柔らかいからっていうのを言ってましたね。やっぱそのスパイクでやっぱりその立ってあの硬いところにずっといるとリズムもあるみたいで、やっぱそういったところが全然違う、うん、メジャーって案外天然芝が内野多いじゃん、はい、で土じゃん。俺一回メディアって守ったけど、やっぱりこうバンドが変化してきたりしてね、結構厄介あだから、まああの今でいうズームズームスタジアム、広島トヨカープの天然芝、はい、あれも厄介なんじゃないのかなと思うしね。だカープとか阪神はやっぱり内野のエラーも多いんだろうけど、でもその中でメジャーリーガーの人ってもう簡単に捌くじゃん。そうですね、このハンドリングはまあ真似できないっていうか、うんうん、これはもう日本人はかなわないなっていうものはありますね、うん、確かにハンドリングとかそのスピードに速いスピードに対してのパンってこの簡単に取ってしまうようなところは確かにすごいなと思いますけど、うんうん、でもやっぱ結構ボンミスも多いんですよ実際にこれエラーするかとかもやっぱあります、はい、結構やっぱそれは見てて やってても感じました。やっぱその、あこれそっかみたいなやっぱそういうプレーになっちゃうかっていうのを思ったことももちろんありましたね、うん、はいはいはい、だ日本人はやっぱそういった中ではすごい堅実なプレーをやっぱ本当にしてくれるで安心感とか、うんうんうん、そういうのは本当に感じましたね、うん、メジャーに行ってよかったですか。いや、 やっぱよかったですね、楽しかったですね。やっぱ野球の楽しさっていうのをこう思い出せたし、やっぱりその小学校の頃とか野球始めた頃とかって少年野球とかその行かなくても平日学校帰ってこうみんな集まってやってたような、なんかこうウォーミングアップもしないでやってたわけじゃないですか。なんかそんな気分でメジャーを僕は過ごしてました。わかる、いや今大谷翔平が多分そんな感覚で野球やってくれてんだよね本当にこう楽しんでる、うん、お前ピッチャーだからスライディングなんかするなよって言うけどするじゃん、野球選手みたいにそれがまた面白いし、うん、なんかね、YouTube の他の YouTube で映像を見た守備だとかバッティングいいよね、はい、二刀流できなかった僕ですか。僕いやね全然できないです、はい、えいや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  T 打ってるとこ見たけど、もういいスイングしてんじゃんって言って、うん、ひょっとしたら二刀流でいけたんじゃねえかなっていう、それはないですね。実際のバッティングあんま好きじゃなかった、好きじゃないですね。やっぱりその、うん、やっぱ投げるのがすごい好きだったね。やっぱパリーグで育ってよかったなって思いましたね、うん、メジャーに行ってよかった。じゃあ一言で言えないか分からないけど、メジャーリーグの魅力って何ですか。魅力っすか。まあそれはレベル高い高た、ね、ゲーム戦いができるとか年俸が高いとかあるかも分からないけど、うん、やっぱり
自分の求めてたものとかが多分本当に解放してできる場所だと思うんです、まあ、プレイヤーからすると本当にこう日本とは違ったものを本当にこう得られる、もしかしたら思い出せる部分でもあると思うので、まあ言ってしまえば全て自分の責任なんで、はい、何しようが練習しなくても自分の責任だしっていうところなので、そういった意味ではすごく本当にこう楽しい場所という、シンプルにこう野球っていう、まあベースボールに向き合える場所っていうかっていう感じはしましたね。はい、そのグラウンドのちゃんとプレーをちゃんと見てくれるファン、アメリカのメジャーリーグのファンと日本の野球のファンの違いは何か感じますか？やっぱりいいプレーした時とか、本当にその相手チームであっても拍手を受けたりとか、ね、そういったものとかがもう自然に起こるので、やっぱりその戦いは戦いだと思うんですけども、やっぱりその中でやっぱりエンターテインメント性というか、そういったものも非常にあるなっていうのを感じてますよね。まあフェアな野球のベースボールを見方してくれるわけね。その中でやっぱりアメリカの野球のファンはやっぱ本当にこうシビアのところもシビアだし、しっかり楽しむところは楽しんでっていう見方がやっぱ違うので、そういったところもやってるプレイヤーとしても楽しいですよね、はい、俺97年行ってる時にスタンドでこう練習終わった後見てたんですね。皆さんベースボール楽しいんですか、何がいいんですかって言ったらね、結局日本のファンって企業人サラリーマンが会社終わってネクタイ着てスーツ着てグラウンドに来るじゃないですか、うん、でまあいっぱい飲んだりするんだけど、アメリカのメジャーリーグでゲーム時間の開始時間も遅いかもわからないけど、必ず仕事終わったら家に帰ってスーツをネクタイ脱いで家族と共に来るんだよね、はい、うん、でまあホットドッグ食ったりさ、はい、なんかしてんだろうけど、まあ、そういったなんだろう、仕事とは切り離して、まあ、自分の時間というところもあるだろうし、で何よりもこう言ってくれたの、彼たちは俺たちにない才能でベースボールという娯楽を俺たちにくれてると、うん、それに対してのリスペクトはちゃんとしてると、だからいいプレーは拍手もする、ダメな時はまあブーという声を出してするけどって、うん、その辺がね、ああすごいな、俺たちのない才能で俺たちに娯楽を与えてくれてるというファンのそういうベースボールプレーを見てくれる、うん、それがすごいなと思ってね、うん、それは感激して帰ってくるのもあったんだけどね。でもまあある面では正直だしいいよね。そうですね、うん、はい、じゃあメジャーリーグと日本の NPB、 日本のプロ野球まだ差はありますか、まあ、パワーとかスピードとか、うん、まあ差はありますね。あるね、あるよね、はい、どう見てもね、はい、うん、けど、うん、それにもうダメだっていうのは一切ないですね。それに対して日本人ができないかっていうのは一切ないです、うん、日本人の野手でも内野手でも僕は活躍できるというふうには思いますよね。実際結果をどう出すかだと思うんですけど、日本人の選手のやっぱり技術ってもやっぱ高いですし、今やっぱりそのバッターでも大谷翔平がやっぱあれだけ技術二刀流で成功したっていうのはありますけど、やっぱり野手としてあれだけの成績残せたとか、これだけのパワーがあるとか、そういった部分も証明できたと思いますし、日本にもやっぱり野手内野手でも魅力的な選手がやっぱたくさんいるので、やっぱり自分の持ち味を生かしたプレーでっていうのはやってもらいたいなとか、まあ、もう本当挑戦したい人はとにかく挑戦してほしいなと思いますよね。まあね、お子さんも野球始めたとか聞いてるし、日本の野球アメリカの野球を見てきて今現にそうやって経験者が言ってくれるんであるならば、今後はちょっとそういったアメリカに行ってメジャーに行って通用するような選手の育成をね、先頭に立ってやってもらいたいなあ、それでもすごい気がする。そうですね、うん、僕もね、もうやっぱりこう引退して、うん、今までこうやってきて学んできたものをね、今度伝えていかなきゃいけないし、うん、やっぱ野球の楽しさとか、うん、っていうのは本当に伝えていく必要があるし、うん、まあ、その中でやっぱアメリカも経験したので、アメリカの楽しさとか、まあ、今はもう本当に子どもたちも将来メジャーリーガーになりたいっていう子もやっぱりいるので、うんうん、いう応援はしてあげたいなっていうのも思いますし、うん、だって貴重な存在なんだからさでまだ41って言って若いし体が動くし、なんかねこれからのいろんな構想を聞いております、聞いておりますけどもう一つはちょっとこう日本の野球界のためにちょっと仲間を募って、うん、メジャーリーグを経験した人がね、ちょっと日本国内でちょっと大きな告知をしてくほしいっていうそういう希望を強く持ってます、はいはい、ぜひとも野球界のために一肌脱いでください、はいはい、でご自身のせがれさんも、ね、メジャーリーグに挑戦するように、あの岩熊が自分のせがれを使ってメジャーリーガーに仕上げたよって、いや日本の場合2世があんまり、ね、成長してないんで、ぜひとも
そういった2世を輩出できる、そういった指導方法を、ああいにやればメジャーに行けるんだというちょっとね岩隈流を作ってほしいな。それは見たら買いますから、見ても見ますから、はい、ちょっと広橋お父さんのね広橋さんとの縁をいただいて今日はこんな時間をいただいて、本当にねその日本の野球メジャーと経験した人がなかいなかったもんですから僕にとっては今日すっごい嬉しい時間だったんですよ。はい、ありがとうございます、はい、今後またいろいろと僕の今度構想もあるんでいろいろお力になっていただきたいなと思ってますんで、はい、ぜひともまた今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました、はい、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。